今国は、ゲーム、ポケットモンスター周辺のプロモーション活動を行う、全身体質系キャラクターの名称である。ガツクが、読み方としては語尾を上げない。クリーチャーズに所属する、グラフィックデザイナーの今国智明が演じている。クリーチャーズでは、ポケモンカードゲームなどのイラストや、ポケモンの 3DCG などを作画するイラストレーター、CG デザイナーとして活動している。 メディアでは主にポケットモンスター関連商品のプロモーション活動をしている不思議なキャラクターとして登場する。キャラクタータレントとして活動する場合には不思議な生き物などの肩書きがつく場合もある。表舞台に出るようになったきっかけは目指せポケモンマスターシングル収録の4曲の仮歌を収録したことだったという。そのうちポケモン言えるかなだけは 仮歌のままリリースされ、これをきっかけにメディアに出演するようになった。メディアへ出演するにあたりどのような格好で出るか、社内会議が行われ、ホワイトボードに書かれたイラストをもとに、足先から頭まで追いつくす全身タイツ姿となった。この全身タイツは皮膚という設定であり、全身黒、全身赤、ヤドンの姿など様々なバリエーションがある。 私生活では保護施設から犬を引き取って飼育していることをメディアのインタビューにて答えている。AB、今国 ?LINE スタンプはこうして作られた前編企画立案からスタンプ完成までクリーチャーズガレージ、クリーチャーズ2021年2月11日閲覧。おはおは兄貴公式、おはに兄貴。出た、今国 ?3、ポケモン特集での山ちゃん。 ショコターンキノモンとのポケモン言えるかなもう最高でした。ツイッターより2021年2月11日閲覧。ABCD11 月10日放送テレビ東京オハオハにニキ510日ハイライト書き起こし。オハオハにニキ2021年2月11日閲覧。ポケモンカードゲーム20周年記念カウントダウンイベントレポート今国のコメンタリー付き。 から、クリーチャーズガレージ、クリーチャーズ、2021年2月11日閲覧。公式、ドナヤネンヤドンイマクニ、バージョンメガボルト、ポケモン公式、YouTube チャンネル、2021年2月11日閲覧。藤村香織初めて飼った犬は、元のライン長ビビリが、家族の努力で心を開いた。朝日新聞社、 h t t p s s i p o a s a h i c o m スラッシュアーティクルスラッシュ117805972021年2月11日閲覧。ありがとうございます。